皆さんこんにちは、リュウです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の一魚一刀の獲物は、夏から秋に旬を迎え脂の乗る高級魚タチウオを調理していきたいと思います。お刺身、焼き物、揚げ物と何をしても美味しい魚ですので、ぜひ食べてみてください。それでは早速やってみましょう。はい、それではタチウオの方さばいていきましょう。まずね、タチウオの特徴としては鱗のない魚ですので鱗取りはありません。またね、タチウオはおろした際に血合い骨はありませんので、三枚におろしてしまえばお刺身や焼き物、揚げ物と何をしても骨がなく食べれますので、ぜひやってみてください。それでは早速おろしていきましょう。まずこちら胸びれの横、いつも言うように胸びれの横で頭の方を落としていきます。次に内臓の方を取っていきます。いつもはね、お尻にかけて割っていくんですけれども、今日はね、こちら薄いのでここを切っちゃいます。こちら内臓をね、取っていきます。こちらで見える白いものね、これが浮き袋になりますね。これも取っちゃいます。次にね、こちら包丁を入れて、ここに血合いがありますので、こちらを水洗いしていきましょう。はい、内臓の方取りましたので、ね、次に3枚におろしていきましょう。まずまな板に対してね、タチウオ非常に長いです。ある程度の大きさで切っていきます。今回はこの2つで3枚おろしをしていきます。まずはこちらの頭側、内臓のあった側ですね、こちらはですね、お腹側はもうないので、こちらはアジをおろすみたいに大名おろしでおろしていきます。こちらからね、骨に沿って包丁を入れていきます。下身側も骨に沿って このような形でね、3枚におろしていきます。はい、それでは次にね、こちらの尻尾側の方のね、身をね、3枚おろしにしていきましょう。こちら尻尾側の方はね、普通の魚をおろすのと同様な工程でおろしていきます。まずお腹側からね、腹せいせい腹の形でやっていきます。まず包丁の入る道筋を作っていきます。次に中骨に沿って包丁を入れていきます。しっかりね、中心まで入れてあげてください。次にひっくり返して背側から、包丁の入る道筋をね、切っていきます。次にね、中骨に沿って包丁を入れていきます。で、いつものようにね、ちょっと包丁を貫通させて中骨の上を滑らすように取っていきます。下身も同様です。下身は背側からね、包丁入れていきますね。まずは背側の背びれに沿って包丁の入り道筋を作ります。次に中骨までしっかりとね、包丁を入れてください。で、この真ん中までしっかりね、包丁を入れていきます。次にこちらお腹側もね、包丁の入り道筋をまず作ります。次にね、中骨までしっかりとね、包丁を入れてあげてください。
次にこちらね、包丁の方、長骨の上で貫通させて、中骨の上を滑らせるように取っていきます。こちらで3枚におろし終わりました。はい、それでは次にね、タチウオの塩焼きを作っていきましょう。まずはね、こちらお刺身の三枚おろしの時と同様に、まず頭の方を取っていきます。こちら塩焼きの時はね、こちらお腹割っていきます。でこちらね、内臓の方も取っていきます。こちら受け袋もね、取っていきます。ね、こちら一回水洗いしていきますね。はい、それではね、こちらのタチウオをね、今度はね、グリルに入るように適当な大きさでね、切っていきます。それで一匹でタチウオの塩焼き用とお刺身用両方作りたい方は、こちらのね、お尻までの間、こっから前、頭側ですね、頭側をお刺身用、こっちの尻尾側を塩焼き用としてやるのがいいと思います。それではまずね、グリルに入るようにこちらね、3等分ぐらいにしていきます。まずね、こちら、ヒレの方を取るときにね、まずヒレに沿って包丁を入れます。次ですね、中骨に沿って包丁を次に入れて1センチほどで包丁を入れていきます。こういう感じですね、このぐらいで大丈夫です。このぐらいで、反対側も同様です。まずヒレに沿って包丁を入れて、次に中骨に沿って、1センチちょっとぐらいね、包丁を入れていきます。次にこちらを取って、このような感じでね、包丁で押さえて背びれを取っていきます。で、一応背びれをね、取るとこういう形で骨が取れますね。あとはですね、タチウオ結構真ん中がね、分厚くなりますので、こちらにね、飾り包丁、反対側もね、両側ともね、ちょっとバツ字で入れてあげると見た目もね、美しく仕上がります。はい、それではね、次にタチウオの皮を引いていきます。で、タチウオはね、鱗のない魚なので、非常に皮は引きづらい魚になります。なので、どちらかというと皮を引くというよりかは、身を皮から切り離すというイメージで皮を引いていってください。それではやってみましょう。こちら身と皮の間に包丁を入れたら、皮を薄く引くというイメージよりも、どちらかというと皮から身を剥ぎ取るイメージでね、やってみてください。このような感じになります。こちら皮になりますね。これでですね、タチウオはですね、実は5本の繊維から身がなるんですね。なんでこちら1本、2本、3本、4本、5本、
こういうね5つに分けることができますので、こちらの方を先に切ってしまいましょう。こちらが縁側の部分になります。4本目、こちらが5本目になります。こちらはねお刺身に加工していきましょう。はい、それではね、お刺身用にタチウオの方炙っていきましょう。タチウオの場合は炙るのは皮目だけになります。こちらですね、こちらにまず軽く塩コショウをね振っていきます。次にこちらね、油がにじみ出るまで炙っていきます。あとは冷蔵庫で冷ましてからお刺身に切っていきます。それではね、お刺身の方を持っていきたいと思います。まずはね、妻代わりに今日もこちらのコーンスローサラダ、こちらを使ってやっていきます。それではまずね、こちら。ミョウガの葉っぱですね。で、まあ飾り付けに、ちょっとタチウオをね、こっちのけていきます。で、タチウオの頭がね、あんまり遊ばないように、これでね、ガードしてあげましょう。あとはこちらね、南天の葉っぱ、あとはじゃあまたミョウガの葉っぱね、入れて、それではタチウオを切っていきます。で、こちら皮を剥いてないタチウオは結構この銀がね、口に当たったりしますんでね、で切る前に軽くね、このような感じで切れ込みの方を入れてあげてください。次にこちらのね、先ほど作った炙りの方をね、切ってのっけていきたいと思います。炙りはね、少し、大きめにね、切ってあげてください。これ1センチ幅ぐらいでね、十分ですからね。次にこちら、先ほどね5本に割れた方のね皮を引いたタチウオ、こちらも乗っけていきます。
大体食べやすいサイズにねしていきましょう。でこちらにはこのね貝割れ、ちょうどタチウオをねちょっとあえて彩りよくね作っていきましょうね。で今こういう感じにねできております。あとはこちらに、ね、飾り付けの方していきましょう。こちらでお刺身の完成となります。